何が家族だ、生言ってんじゃねえよドアホが。ムカつく。猿芝居もいい加減にしておくんだな。何も知らないとでも本気で思っていたのか。せめてもの温情で職だけは持たせてやる。とっとと消え失せろ。こうなったら破れかぶれだよ。
ついてるね。さて、お宝はどこか。ち、しみったれてるね。せっかく腹決めて忍び込んだんだ。この程度で収まるかっての。ますます匂うね。なんだいこりゃ。ここは。あらあら、あなたなの？どんなネズミかと思って来てみたら、がっかりね。大山鳴動してネズミ一匹。それも、ドブネズミとはね。面白そうだから泳がせてみたけど、どうやらただのコソ泥ってとこか。あら、大層なものをお持ちね。
この実験室一つ一つはね、それぞれとても重要な施設なのよ。たくさんの高価な最新の科学技術がふんだんに惜しげもなくつぎ込まれている。ちなみにそのあなたの背後にある水槽はその中でも高い方かしら。まさに人類の英知を深める、おごそかな神への儀式の祭壇というにふさわしいものよ。神？儀式だって？ええ、そうよ。残念ながら人間として命を長らえることができなかった人がその力を神へと捧げることでシャングリラへの道が開かれる。そこにはあらゆる差別も苦悩も憎悪もなく、まさに人が己の意志でもって欲望を自由に、そして永遠に育み楽しむことができるなんて理想の世界だとは思わない？うるさい！私はそんなこと聞いてないし、聞く気もないよ！あら、残念。せっかく寝物語のネタになるかと思ったのに。エンマ大王の。な！ダメね。構えたらすぐに撃ちなさいって習わなかったのかしら。ま、その銃は弾なんか入ってなかったから結果は同じだったけどね。せっかくだから楽しんでいきなさいな。実はね、とっても素敵な新薬を研究している真っ最中だったの。既存の比較にもならない夢の最終兵器がね。どう？素敵だと思わない？あらあら、話はまだ終わってないのに。まあ、実験前にいいサンプルが手に入ったわ。セキュリティシステムの感度はどうかしら？ちゃんと作動していた？使用通りの内容はとりあえず機能していたようですね。赤外線と音波での侵入者チェック、それに伴う詰め所への情報伝達は全て異常なしです。ただ、全てのシステムが一元で管理されてるってのは、防犯上では致命的かもしれませんがね。あら、どういうことかしら？要するにシステムの根元をダウンしてしまえば全てスルーってことです。ああ、そうは言っても解除するためには3歳以上のコード認識が必要ですが。ということは私と所長がここに盗みに入ればあっさり通過できてしまえるのね。なら今度は私が泥棒役で侵入してみようかしら。大丈夫ですかね、こいつで。問題はないわ。この女、その崎組の上納金に手を出そうとしたそうだから、そっち方面で処分されたって警察も思うでしょうよ。まあ、忍び込んできたが運の尽きってやつですか。
それじゃ2時間後に予定の場所で開始。実験参加者はきちんと予防薬の投与を済ませること。巻き添えを食ったりしたら笑い話にもならないからね。おやおや、これはこれは、赤坂さんご一家がお越しとは。ようこそいらっしゃいました。ああ、大石さん、すみません、来てしまいました。大石のおじちゃん、こんにちは。おお、みゆきちゃん、おじさんのこと覚えていてくれましたか。こりゃ嬉しいなあ。だって大石のおじちゃん、ママのところのおじいちゃんと同じで優しいもんね。えママ、こらみゆき、パパの偉いお友達なんだからちゃんとしなさい。すみません、先日はこの子が大変お世話になったそうで。ああ、いえいえ、全然お構いなく。で、あなたは赤坂さんの奥さん？どうも初めまして、私が大石です。こちらこそご挨拶が遅れて、赤坂の家内でございます。お噂はかねがね聞いておりましたよ。それにしてもやっぱり聞くと見るとでは全然違いますね。お子さんがこんなにも可愛いので、さぞかしお母さんは綺麗な方だろうと思っておりましたが、私の貧相な想像をはるかに超えた美人さんだ。ひょっとして東京でモデルでもやってらっしゃったんですか？いえ、そんな、私ごときがとてもそんなお仕事を。大石さん、私の女房を口説かないでくださいよ。一体そのセリフ、何人の女性に使われたんですか？なっは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 。これ心外な、私は本心からそう言ったんですがね。いやいや、笠賀さん、実にあなたが羨ましい。こんな綺麗な方の旦那さんがあなたじゃなかったら、私今晩神社にこもって五寸釘を藁人形に打ちつけていますって。お仕事中にお邪魔してしまってすみません。本当は私一人で伺う予定だったのですが、家内がぜひご挨拶したいと申しまして。ほう、私にですか？はい、5年前主人の危ないところを助けていただいたそうで、本当にありがとうございました。今までお会いする機会がなく、お礼を申し上げるのが随分遅れてしまって。なんのなんの、刑事の職務上、命を借りたことは忘れなくても、貸したことは水に流すのが礼儀ですからね。どうかお気になさらないでくださいな。
すまない、そろそろ行かなくちゃな。すみません、大石さん、私たちはこれから。そうじゃなくて、ねえあなた、私たち先に宿の方へ行っていましょうか。え、大石さんと積もるお話も終わりでしょ。めったにお会いできない大切な方なんだからいいじゃありませんか。私とみゆきは温泉地でゆっくりしていますわ。何を言ってるんだよ。せっかくの家族旅行なのにそんなことできるわけないじゃないか。そうですよ奥さん、私は家族団らんのお邪魔をする気なんてこれっぽっちもありませんから、どうかそんなにお気遣いいただかなくても。いえいいんです、この人家でも大石さんのことをいつもよく話してくれて、今日も会えるのをとても楽しみにしていたんです。ですからお忙しい方に差し出がましいお願いをしてしまって誠に申し訳ありませんが、ぜひ少しの時間でも主人に付き合ってやっていただけませんか。うん、奥さん、しかし君たちは。大丈夫ですよ、さっき駅前の案内板を見たら電車で行ってもそれほどかからないみたいですからね。そうなさってください。ゆきえ、ちゃんと一緒よ。でもみゆき、最近パパにいろいろしてもらったでしょ。だからパパもお仕事で疲れているんだから、ちょっとくらい休ませてあげないとね。みゆきはママと一緒だと温泉楽しくない？うん、そんなことない。みゆきパパもママも大好きだもん。みゆき、ありがとうございます奥さん。というわけだから、赤坂さん、せっかくのお心遣いです。今日はせいぜいいろんなメンツも入れて飲み明かしましょう。そうですね、すまない、ゆきえ。今夜だけは君の好意に甘えさせてもらうよ。ええ、こちらはご心配なく。明日の朝のお戻りでも構いませんので、ゆっくりしてきてくださいな。ただし、若いお姉さんのいないお店で、ね。ああ。赤坂さんも随分強くなりましたね。なんだかお酒じゃ勝てない気がしてきましたよ。いやー、オイルと酒に弱くなるってのは本当ですな。ご謙遜を。それに私が強いのは、情報収集が下戸では務まらないからです。ちゃんと予算を切って常に若手と特訓してますから。日本酒、洋酒、紹興酒、のれんをくぐることもあれば、ミラーボールのお店の時もありますよ。そりゃいい、そりゃいい。今度ぜひ私もコーチに参りますよ。ええ、ぜひ教授してやってください。最近の若いのは自分は生まれつき飲めないとか、ひよったことばかり言ってますよ。私だって最初は全然ダメでしたがね。酒は飲めば飲むほどに強くなり、ますますに旨味がわかるようになるんです。そうです、そうです、聞いてます、クマちゃん。ね、面目ないっす。これでもだいぶ強くなったんですよ。そうだの、大石と組まされたばかりの頃は
お前、乾杯からウーロン茶だったからな。それはいけない。乾杯は重要な意味があるんです。そこでアルコールを飲まないというのは、自分はこの飲み会に不服があるって言ってるようなもんなんです。だから私はそんなことする若手どもにはきっちり指導してますよ。一気飲みしろって言ってんじゃない。とにかく最初の一杯だけは中ジョッキ。よっ、赤坂さんかっこいい。いや、もう本当に頼もしくなっちゃいましたね。私にとっては定年までの残り数年でしかなかった間に、赤坂さんはこれほどたくましく成長したんですから。いやいや、老兵は去るべきだと痛感します。そんなことはないです。私も嫌になるくらい経験がものを言う世界というのを勉強しました。力仕事や現場仕事なんかは私たち若造に任せて、大石さんのようなベテランにはぜひデスクで胸を張ってこき使ってもらいたいもんです。ですってよ、聞いてますか、クマちゃん。すいません、頑張るっす。大石、熊谷くんも頑張っちょるぞい。めんどくさがりのお前さんに代わってよくまめに歩き回っとる。大石さんはめちゃくちゃな人でしょ。私が大石さんと組んだのはほんの数日間だったんですが、あなたの気持ちもよくわかりますよ。でもね、大石さんがきっとあなたを鍛えてくれますから、最後まで信じてついていってください。わかりました、頑張るっす。でもお酒は鍛えられても麻雀までは無理っすよ。神さんに給料を渡す前に大石さんに取られるんです。いや、麻雀も経験なんです。打った場数が強さと自信になるんですよ。後でご一緒しましょう。まずは負けない打ち方を伝授します。大石、いい若者だの。お前さんが無茶やってた頃にちょっとだけ似とるの。まさかまさか、私はこんな二枚目じゃありませんでしたから。クラちゃんたちは久しぶりの再会なんでしょ。ゆっくりしてっていいよ。帰る時だけ起こしてくれねえかな。鍵しなきゃなんねえから。すんませんな、気を使わせちゃって。それで、実はこちらに来たら、フルデリカという少女に会いたいと思っていたんです。ああ、そういや前にもそんなことをお話しされていましたね。それにしても赤坂さん、フルデ家の忘れがたみにどういったご用で？忘れがたみ？ということは、彼女の両親は？ねえ、あれはお社様のたたりの3年目ですから、昭和56年ですかね。古で夫妻がちょいと引っかかる形でお亡くなりになりまして、赤坂さんが雛見沢に行かれたちょうど3年後の話です。3年後、
私が雛見沢を訪れてから3年後の6月のことなんですか？ええ、そうです。どうしました？何か気にかかることでも？私が訪れたのは昭和53年です。その翌年にダム建設の監督が亡くなられたということは、そうだ、彼は私と麻雀を打った方のはず。あの方はその後どうなさっていますか？新聞にドンと載ったと思ったんですが、こっちの地方だけなのかな。ねえ、その翌年に作業員たちとの喧嘩で殺されてしまいまして。恐ろしい殺され方をした後、体中をバラバラに引き裂かれて捨てられてしまいます。その遺体をバラバラにされたということは？なんだ、知ってるじゃないですか。その通りです。未だ右腕が見つかりませんでね。お気の毒なことです。その翌年の昭和55年の6月の今日、里子の両親が突き落とされて死にます。あるいは事故と言うべきかもしれない不幸な事故。続けて確認します。さらにその翌年、監督の殺人事件の翌年です。確か、そうだ、多分里子さんという女性の方だと思います。その方のご両親が転落でお亡くなりになるということは？おや、お詳しいですね。そうです、ダムの賛成派だった北条夫妻が旅行先の展望台から転落しましてね。事故か事件か未だにはっきりしませんが。そしてさらにその翌年の昭和56年の6月の今日、私の両親が殺されます。そしてその翌年には、はい、フルで理科のご両親がお亡くなりになります。ですがどうもこいつも今一つ腑に落ちない事件でしてね。お前さん、ずいぶんとお社様のたたり関係に詳しいの。この事件、地元の圧力であまり公にされとらんはずなんだが、東京にいながらよくそれだけ知れたもんだわい。なんてことだ。だがいくらお前さんでも次の年は無理だろうの。何しろ4年目から秘匿捜査指定がかかっとる。いえ、多分わかります。そしてさらに翌年の昭和57年の6月の今日、里子の意地悪おばが頭を割られて死にます。その翌年ですから、つまり昨年です。先ほどの里子さんのおばにあたる方が頭部撲殺のような形で殺されてはいませんか？そうです、ビンゴです。赤坂さん、どうしてそんなことまでご存知なんですか？多分私はさらにその翌年に殺される人物も知っています。お前さん、何を言っとるんだ。第一、去年の翌年中たら、そら今年のことだろうが。私が殺されます。昭和58年6月、つまり今月です。フルで理科が殺されます。赤坂さん、もう夜もだいぶ更けました。これ以上はお互いしんどいんで、
単刀直入に行きましょう。今の話は一体どういう意味ですか？はい、今の話は私が雛見沢を訪れた昭和53年6月に彼女から聞かされたことなんです。何ですって？信じられない気持ちはわかります。それを聞いた当時の私も幼い少女の気まぐれな予言遊びくらいに思いました。ですが彼女は5年目に自分が殺されることを私に訴えました。それはつまり自分を助けてほしいという明白なサインだったと思うんです。ならば私はぜひ確かめたい。今でも彼女は本当に私の助けを必要としているのかを。赤坂さん、私はね、今年で定年なんです。連続開始事件の1年目に殺されたおやすさんの仇をどうしても年内に取りたいんです。ですから私はどんな些細な情報でも怪しげな情報でも飛びつきます。だから一応確認させてください。今の話は冗談じゃないですよね。何かの冗談なら今のうちにそうだと言ってくださいよ。私は真実しか言っていません。フルデリカは昭和53年6月に今の話を私に語ったんです。ただ当時の私はそれを重要な話とは思わず、それを大石さんに伝えませんでした。それは申し訳なく思います。いや、それは無理もないぞい。そんな話突然されても鵜呑みにできん。4年連続した今だから聞ける話だわい。そうですね。いえ、すみませんでした。しかし、フルデリカ、フルデリカがどうして、今の雛見沢の状況は私も詳しくはありません。一応当時の新聞でダム計画の無期凍結が決定されたというのは読みました。ですからダム戦争は終わって平穏な生活を取り戻していると信じていたのですが。ダム戦争は確かに終わった。だがな、その翌年からな、通称お社様のたたりと呼ばれる連続開始事件が毎年起こるようになってな。その詳細についてはまさにお前さんが今言った通りの内容なんだわい。どうやら私は彼女に大変な何かを託されたような気がしてきました。大石さん、ズバリお尋ねします。今年フルデリカが殺されるのはあり得る流れだと思いますか？フルデ夫妻はダム戦争当時消極的だったことを理由に後ろ指を刺されていたという話があります。それで3年目のたたりにあったというのが定説です。その流れから言えばフルデリカ殺しはあり得るんですね。明日フルデリカに接触を試みようと思います。ユキエたちには申し訳ないですが、どうやら彼女に直接話を聞くしかないようですからね。赤坂さん、その話がもし本当だったら私も一つかませてもらえませんか？私が一緒じゃまずかろうと思いますので今はお任せしますが、フルデリカの話はどうやら私にとっても重要なものになりそうです。こりゃお前さん、なんともとんでもない土産を持ってきてくれたもんだの。わしもちょいと面白くなってきたぜ。煙に巻かれたまま終わると思ってた怪事件が解けるのに立ち会えるとは思わなんだ。しかし疑問もありますね。どうしてこんな重要な話を
私だけに打ち明けたのでしょう。助けを求めるなら東京から出張してきた私ではなく地元警察のはずなのですが、多分地元警察を信用しきれないところがあったのでしょう。私も泥臭い人間です。リカさんの信用を得ていなかったのかもしれない。それに沖ノ宮署には S 号の息のかかった連中も少なからず潜んでいます。つまり東京から来た私が一番信用できたということですね。悔しいですがそういうことになるでしょうな。だとしたら大石さん、この件他には内密に。もちろんですとも。とにかく明日品見沢でリカさんに接触して確かめていただけますか。話はそれからです。